第20回衆議院議員総選挙は1937年4月30日に日本で行われた帝国議会議員の総選挙である。衆議院で昭和会を閣内与党、国民同盟などを閣外協力として1937年2月2日に発足した林千十郎内閣は2月15日に再開された第70回帝国議会において 重要法案の審議引き延ばし戦術に出た民政党、政友会の二大政党に散々に手こずらされた。そこで昭和12年度予算が可決されると、林内閣は議会における与党勢力の躍進を期待して衆議院解散に打って出た。しかし予算成立直後のこの解散は他に理由も乏しいことから、クイン逃げ解散として国民の反発が強く、昭和会、 国民同盟はいずれも議席を減らして、与党勢力は諸派、無所属を合わせても40議席前後と振るわなかった。一方で民政党も議席を減らして、政友会とほぼ互角となったものの二大政党の優位は変わらなかった。注目すべきは社会大衆党の躍進で、無三政党が県政史上初の第三党となっている。この選挙結果を受けて、 林内閣は5月31日に総辞職した。なお、この選挙での当選者は1941年の衆議院議員任期延長に関する法律により、特例として任期が1年に延長された結果、5年間にわたって議員の地位にあった。この任期中に体制翼3回が結成されて、日本から政党が事実上消滅し、任期満了によって、 翌3選挙とも呼ばれる次の総選挙を迎えることとなる。立憲民政党立憲政友会社会大衆党昭和会国民同盟党法会所派中立の選挙区は無投票補欠当選党立憲民政党立憲政友会社会大衆党国民同盟党法会所派中立。ありがとうございます。